この女なら現実の中だ。術を解きたきゃ俺たちを倒さねえとな。だがそんなことお前にはできはしない。俺が必ず。お前一人で大した度胸。しかし度胸があったとしてもどうにもならないのだ。今のお前がまさにそうだ。お前の命はここで終わる。残念だがな。恐怖は自分の弱さだ。乗り越えろオビト。もう少しで女を助けられるとでも思っているんじゃないか。図星か。やはり考えも行動もガキだな。お前はこんなに貴様ごときに本気を出すという。意外と粘れ。どうやらお前を過小評価していたようだな。はい、遊びはその辺でやめとけよ。ああ、忍法迷彩隠れの術。頑張れオビト。私ずっと応援してるからね。俺はまだ死ね。カカシ、どうしてここに。まあ、お前みたいな弱虫忍者一人に任せておけないでしょう。やつはガキのくせになかなかの実力を持ってやがる。念のためだ、アイザン。俺もやる。ここからは俺がメインで行く。バックアップ頼むよ、オビト。行くぞ。オビト、リンは無事なんだ。現実にかかっちまってんだ。だからまず俺たちを倒さないといけないってわけだ。状況は単純だろう。忍法迷彩隠れの術。手や忍法迷彩隠れの術。しかしコナンは随分と人手不足みてえだな。てめえらみたいなガキを戦場に送ってくるなんて正気じゃねえぜ。子供であろうと実力があれば実戦に投入されるのは忍びとして当然だ。鍛錬システムがあんたの里とは運命の差ってことだな。いちいち向かってねえてめえは。お前だ。了解。ガキが相手だからといって気を抜くな。ちょっと油断しただけだ。とはいえこいつは本当にただのガキじゃねえな。外れだ。忍法、迷彩隠れの術。
やっぱ手ごわいな。カカシ大丈夫だ、この程度。オルト、じゃあな。カカシ、死んだわけじゃない。それよりも気を抜くなよ、オビト。かえってこの状況は使える。俺が二人をやる。俺はいつも口先だけでみんなに助けてもらってばっかだけど、あの言葉だけは口先だけにしたくないんだ。死ね。その目は、オビト、お前、シャリンガンを。ここは仲間は俺が守る。おいおい、マジかよ。やるぞ、オビト。ああ。カトン、豪華球だ。
助けに来たぞ、リン。もう大丈夫だ。人質を救って油断したか。気緩めんのが少し早いんじゃねえの、この葉のガキども。ドトン岩宿崩し。やばい、みんな出口へ走れ。大丈夫か、リン、カカシ、オビタ！くそ！やめろ、いいんだ、カカシ。俺はもうダメみたいだ。オビト！いや、そんな、どうして？俺が初めからお前の言う通りに一緒にリンを助けに来てたら、こんなことにはならなかったんだ。何が隊長だ、何が上人だ。そういや忘れてたぜ、俺お前に上人祝いのプレゼントやってなかったな、カカシ。何がいいかずっと考えてたんだ。でよ、今思いついた。何？安心しろ、役に立たない余計なもんじゃない。この俺のシャリンガンをやるからよ。里の奴らがなんて言おうと、お前は立派な上人だ。それが俺の気持ちだ。受け取ってくれ。俺はもう死ぬけど、お前の目になってこれから先を見てやるからよ。リンを連れて早く離れろ。まだ敵の援軍が来る。オビト、でもいいから行け。リン、ドトン熱の転生。早く捕まれ。オビト！カカシのやつとせっかく仲良くなれたのにな。リンには結局告白できなかったな。みんなともっと一緒にいたかったな。オビト。
リンを頼むぜ。ちくしょう、ちくしょう、ちくしょう、ちくしょう。やるぞ。俺は死んだのか。ここは気がついたみたいだね。先生、どうして。この区内の樹式は俺が時空間忍術で飛び回るための目印なんだよ。じゃあ敵は。俺が全員倒したよ。リンは、リンはどこなんです。間に合わなくてすまなかった、カカシ。話は全部リンから聞いたよ。第三次忍海大戦、その長きにわたる戦いは名もなき多くの忍びたちの犠牲によって終結した。そして同時に名だたる英雄たち、語り継がれる伝説を残した神奈美峡の戦い。その日、木ノ葉隠れに二人のシャリンガンを持つ英雄が生まれた。一人はその名を慰霊碑に刻み、一人は後にシャリンガンのカカシと呼ばれ、他国にまでその有名を轟かせるのである。